孫ちゃんが豚でしたっけ？孫豚あ、死ぬ。フェニックスキットって喋っちゃうとティンティンキットになるよね。触ってみる。いけません。ワールドエッジのエッジ。はい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 。全然興奮してません。俺ギアさんと同じ年齢です。シャカさんが俺より2歳若くて、関さんが俺より1歳若いよな。あと、打足さんと、俺はまあ、あ、12歳差ですね。いやー、まだ13歳差かな。5月になると12歳差になりますけど。あららら。いや、日本にも あれあります？皆さん、あの文化。韓国って、俺89年生じゃないですか。だから俺、ヘビ大体言われますね、ヘビ。あの文化で知ってるのかな、皆さん。あ、あるんだ。12時間。時間か、感じ。って言うんだ。ですか、それ。じゃあ、12年回したら、同じ動物になるんじゃないですか。そう、だから、俺、ダゾさんと一緒じゃない？おばあちゃん。ダゾさんヘビで俺ヘビじゃないの？孫ちゃんが豚でしたっけ？ソム豚。あ、死ぬ。何してんの俺。調子乗りすぎじゃん。死ぬ。おい、今です。クリップしたら殺す。殺される前に殺す。わかるよね。ね、日本ってイノシシって言います？韓国豚ですよ。なんか純粋な意味で孫ちゃん豚だね。なんか豚と蛇は相性が悪いらしいです。なんか、結婚する前にそう言われて。何それ、なんか、全然気にしないって言って結婚しました。フェニックスキット。マジで韓国の知り合い方々と一緒にエイペックスを最近やってるとき困るわ。韓国語の発音的にはピニックスキット、ピニックスなんですよ。ピニックス、フェニックスキットって喋っちゃうと男性のティンティンのそのフェニスの思い出すんだよ。そう、フェニックスですね。フェニックス、英語の発音そのまま。それはペニスキットになっちゃうからティンティンキットになるよね。ティンティンキットで一体なんだ？ビアグラじゃないの？あれ。ギンギンになるやつ。ギンギンキットでいいよね。頭が止まる瞬間が来るのよ。なんか、今なんて言いました？って言われてる。最初は気づかなくて、それを。何がもないか気づかなくて、何がですか？って返したら、だって、さっき変な形で言ったんじゃなかったっけ？あ、それ、日本の発音ではあれだよってしたら、嘘って言われて、あれ？俺、信頼度そんな高くないから、なんか、最初はそう簡単に信じてくれなかったんですよね。めっちゃ困りました。友達から昔冗談でそれ言われた時は、俺が毎回返すやつがあったんけど、触ってみるってしたら、離れるお前キモすぎだって言われてる。日本人なら触る。触れたら殺す。ごめんごめん。楽しそうだな君たち。行こう。うわー、ディボシャン。うわー、悔しい。ディボシャンどこ。いけません。あら、ドアが閉めちゃってね。まあ残念。あ、よいしょ。悲しいっすね。
ませんね。33歳になろうとするじいじの経験値を舐めるなよ。おな、机のこれなんか一生忘れてるけど、あれどう言います？机の、え、おい、公開しないで。エッチなところ。ピッチャーもそうじゃないですか。どうじゃなくて、パブの最後のラインはエッチって言うんじゃないですか。いや、英語でエッチ。日本語でエッチじゃなくて、ワールドエッチのエッチ。そういえば、ワールドエッチもなんか、やべえ名前だな。この世界はエッチになるかもしれないからな。日本人の脳にしては。ガチロいて。いや、なんか、抜けそうけどなぁ。ちょっと足りないなぁ。力が。これ、カバする。バカさん、あなた一人じゃない。大丈夫。はいはいはい。はいはいはい。はい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 。はいはいはい。全然興奮してません。あ、余裕余裕。マジで1ミリも緊張しなかったです。クソビビった。俺さ、早めにアンチ内に入ればいいのに、なんかパルスダメージ食らうの気持ちよくて、なんかぼーっとしてるかな。いや、サウナに入る感じ、入ってる感じかな。わかります？これ喋ったらわかるんですね、皆さん。サウナって辛いけど、中から外に出るってめっちゃ気持ちよくなるじゃないですか。あの感覚なんで。わかる。そうそうそう。あれだよ。わからない。まだ分かってないの。なんだ。BTS ですか？俺はまあ、BTS は、ドルをたくさん稼いで、まあ税金として払ってるから、あれで国益を考えれば、まあ、全然いいんじゃないかなと思ってる人だったので、大丈夫だと思ったんですけど、いや、3年って、3、4年前になんか、曲を1個出して、そこの中の歌ってる、あれを聞いてみたらなんか、周りのなんか、俺らを嫌いにしてるヘイターたちをなんか、俺らはなんか、君たちがこうしろ、ああしろって言わなくても、軍に行く時になったら、まあ、ちゃんと行くから、ああだこうだ言わないで、みたいな。あれがあったんですよね。それ見てちょっとがっかりしました。俺はまあ何があっても BTS はまあとにかく国益のためにまあ行かなくてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、結構最近あの曲を聴いて行ってきてもいいんじゃないかなと思ってます。あのさすがにあの曲でクソガキすぎで。まあね、うちの人1500人ぐらい今視聴してるから、絶対この中で一人ぐらいはまあ俺と同じ考えしてる人いらっしゃると思いますけど、俺なんか最近パスパインダー見たら全部鬼屋さんで見える。あとちなみにそこでもうちょっと10秒気ならあのパスパインダーがなんかサングラス使ってる気がする。ここにね。ちょっとまずい。あと真面目なパスパに無理やりなんかリピーター使ってほしいってなんか思ってる。まずあのリピーターの話の前になぜウィングマン持ってないんだろうって思っちゃう。そこからだよ。